こんにちは。今日トイレ校長はこちらですね。こちらの九寸の柳葉、月心有楽って書いてあります。これはですね、見た感じそこまで悪い状態ではないけど、若干裏が両刃になってるかなっていう感じがしてますね。すごく浅いからそこまで悪い状態ではないと思います。まあそのぐらいですかね。で、結構なんか軽くて幅が広くて、まあ、っていう感じですね。ちょっと裏を砥石に当ててみないとどういう状態かわからないので、これを仕上げ砥石に当ててちょっと裏の状態を見てみます。目では分かりづらいけど、やっぱり若干極細の両刃になってますね。こんな感じですけど、裏も結構いい状態です。表から研いで返りを出していけば簡単になくなるとは思います。切り刃の状態です。悪い感じじゃないですね。多少まだエクボが残ってるかなっていう感じで、けど結構この砥石にもピタッと貼り付くし、まあいい感じだと思います。そんなに時間のかかる研ぎではないと思います。そんな大変な仕事じゃないから、サクッとできそうですね。これはグラインダーかける必要ないから、アラトからやっていきます。この包丁は別に厚みとか極端に薄いわけではないのに、なんかすごく軽く感じますね。軽くて使いやすそうです。だけど包丁って軽いのが好きな人、重いのが好きな人、薄いのが好きな人、厚いのが好きな人って結構いろいろあるから、好き嫌い分かれるんですけど、すごく綺麗に砥石に当たってくれます。で、変な研ぎ癖とかもついてないから、すごいやりやすいです。この鋼と霞の境がすごく綺麗ですね。そんなに薄いわけではない。ふぐ引きみたいに軽いんですよ。今だいたいね、10分ぐらい荒砥に当てて、今こんな感じですね。少し微妙にあったエクボとかも取れて、ちょっと裏押しが細いかなっていう気がするんで、もう少しちょっと裏押しを広げようかな。2000番の砥石で裏を少し研いで、ちょっと裏押し広げてみます。このぐらいでいいと思います。和包丁でもこの刃先をこういう風にもうまっすぐしちゃうとちょっと脆い刃になっちゃうから、例えばこうやって研いでる時に5回に1回ぐらい少し刃を立てたりして刃先をハマグリバーにして強度を持たせます。あんまりやっちゃうと段がついちゃうから、そんなにやっちゃダメだけど、ほんと気持ち手首をちょっとこういう風にひねる感じ、ひねって返りを出す感じですね。
そうすると刃先が少し玉栗刃になって、それが強度を出してくれる。完璧にまっすぐな方が見た目はすごくかっこいいんですよ。綺麗でシュッとしてていいけど、それある程度やっぱり刃先は強度を持たせないといけないんです。新たの研ぐ素で包丁を磨きます。そうするとこれだけで結構綺麗、ちょっとした錆とかもこれで簡単に取れます。である程度返りが出たら、さっき2000番で裏を研いだんで、今度5000番で研いで、今出てる返りを1回研ります。返りの出方が足りないところはまた同じように研いでいきます。仕上げ砥石で研いでてジャリッとしてる感じがあるんだったら、その原因はいろいろあるんですけど、一回その砥石をきちんと流水で洗い流して、そのジャリジャリ、多分粗砥石とか中砥の粒子とか、この包丁から取れた返りだったりだと思うんですけど、そういうのをきちんと取らないと、せっかく仕上げ砥石で綺麗に傷付けしても、そのジャリッとした粒子が深い傷を作っちゃうんで、面倒くさがらずにきちんと流水で流したんです。こうやって何度か返りを出して、返りを取って、返りの出方が足りないところをまた返り出して、何回重ねていって、で刃先を徐々に徐々に均一に返りを出して、綺麗に仕上げる。刃先から均一に全体的に返りを出して、で和包丁も切り刃の部分ってフラットなように見えて、実はフラットじゃないんですね。じゃあ包丁自体の厚みが根元と刃先で違って、その厚さが違う分、こういう風に当ててもピタッとこっからここまで全部砥石につくっていうことはないんで、こういう風に研ぎながら、このハンドルを持つ手で微妙に角度を変えながら切り刃全体をきちんと研ぎ当てるように心がけます。時にはこういう風にハンドルをこっちにひねって、しのぎ付近を当てたり、逆にこっち側にひねって刃先を当てたりとか、あとはこういう風に持ち上げることによってまた違う当たり方しますから、いろんな当て方を徐々に徐々にその切り刃をきれいにしていく。でしのぎが崩れてきたりとかしたら、どの研ぎ方でしのぎが崩れているのかきちんと考えながら研いでいくことが大事です。この音の違い分かりますよね。研いでこれで砥石に当たってる面積が小さいと、こういう高い音があって、砥石に当たる面積が大きいとこういう低い音に変わる。刃を研いでるときはこういう音で、ちょっと刃先を少し縦気味で研ぐとこういう音に変わる。この音でどこを研いでるかっていうのを判断するのも一つの方法です。切っ先付近のここら辺のこのカーブの部分が少し刃を縦気味に研がれてるかなっていう印象です。で今はこれある程度もう全体に返り出てくるんですけど、ちょっとちっちゃな欠けがあるから、それ丁寧に今取ってます。返りを出して、そのちっちゃな欠けをきれいに全部なくしてから次のステップに。この辺になんかちっちゃな欠けがあるので、
羊毛蝶の場合は両方から研げるからこの掛けを直すのも割と早いんですけど、和包丁裏も研いだんですけど側からしか研げないんで、羊毛蝶ほど掛けは直りやすくないです。ちっちゃな掛けでもまあそこそこ時間かかっちゃう。裏はあんまり研がない方がいいっていう人もいるんですけど、僕はやっぱり裏もきちんとこうやって研いだ方がいいと思います。で、中戸とか使っちゃうとどんどん包丁の裏がなくなっていっちゃうから、まあ中戸と仕上げの間ぐらいのこの5000番とかそういうのを使ってきちんと丁寧に裏を研いだ方がいいですね。5000番ぐらいだったらそんなに裏が広がるっていうことはないけど、きちんと研いでくれるので、で裏研ぐと包丁ちょっとねじる感じでやるといいと思います。だんだん刃がついてきてるのが分かるんです。これで今完全に欠けがなくなったんで、ここから次の番手に進めていきたいと思います。次の番手は千橋です。これさっきのアラトが結構柔らかめの石なんで、シャフトの固めの千番になっていくとここの刃物の形がしっかり見えてくる。千番の砥石に当てて、ここでちんと全部砥石に当たって荒手の傷がきれいに消えてれば、もうあとはその先難しいことはないです。天然砥石で綺麗な曇りを出して仕上げるだけ。荒手で多少ね、切り刃の血が平面が少し歪むと思うんですよ。だからここでまたそれをきれいに修正してあげる。アラトとこのシャフトの中とで研いでるこの工程が結構重要な工程かなっていうふうに思います。でここでも返りを出すことが目的じゃなくて、切り刃をきれいに研い でその結果返りが出てくるっていうのが研ぎの目的なんで、返りを出そうとしちゃうとどんどん刃先だけ研ぎ減っていっちゃうから、切り刃をきれいにしていく。だからここでしっかりこういう荒戸の傷を見て傷を消してあげる。これがね結構意外と難しいんですよ。切り刃がシャフトに当たってくれない。柔らかい砥石使ってる時って泥がたくさん出るから、その泥でなんとなく切り刃きれいにしてくれるんですけど、硬い砥石使ってる時っていうのは刃物がきちんとした形にならない限りその砥石に当たらないから、それをやっていく。濡れてるから分かりづらい。光ってるところとくすんでるところがありますよね。この辺とかくすんでますね。この色がくすんで見えるところ、輝いてないところは荒戸の傷が残ってるところです。逆にこの霞の部分っていうのは黒くなってる部分が中戸に当たってて、ここ銀色に光ってる部分が荒戸の傷が残ってるところですね。包丁ってこういう風に見てわかる通り微妙にカーブがあるじゃないですか。だから例えばここを押さえてこっちを押し付けると、ここの一番出っ張ってるところがどんどん研ぎ減っていっちゃうんです。だからここら辺の刃先を当てたいときはここに指を置いて下に押し付ければここが当たるんですよ。だけどそれをずっと闇雲にやってっちゃうとどんどんここだけが減っていって首みたいになっちゃう。だから切っ先やるときはこういう風に持ち上げてやる。それを気をつけないといけないですね。で、和包丁研ぐときは常にその立体構造意識して研がないと上手に研げないと思います。刃先は本当にもうすごく薄くて繊細なんで、刃先を研ぐときはもうあまり力入れないようにすごい軽い力でいいと思います。
軽い力でも全然返り出るし、うまく溶けばすごく綺麗に取れます。あんまり包丁自体この切り刃もまっすぐじゃないし、刃線もまっすぐじゃないんで、無理にこの砥石に押し付けたりとかねじったりとかして、広い範囲を砥石に当てない方がいいです。とポイントで仕上げていくっていう方が僕はいいと思います。さっきも言ったように砥石に当たってなかったところもこういう風に柄を持ち上げて研いであげたりとか、あとはこういう風に柄をひねって研いだりとかすることで徐々に徐々に当たるようになってきますから、どこをどういう風にやったら当たるかもいろいろ試してみるといいかもしれません。今この辺が少しだけ当たってないんで、この辺を慎重に研ぎ進めていって、天板の砥石に当たるように今一生懸命やってます。一回研ぎ始めたらその砥石はもうまっすぐじゃない。もしかしたら砥石の使う場所が悪くて当たってないだけかもしれないんで、砥石もいろんなところを使ってどこが当たるかなっていうのを確認しながら、もう結構だいぶ消えてきました。もう研ぎ減ったところでずっとやっててもどんどんその包丁の形も砥石も崩れていっちゃうんで、全体を使うようにする。で研ぎ減ってないところに当てれば綺麗にできるの。旋盤が終わってこんな感じですね。ちょっとこの面直しした白すいたで少しやるだけですごい綺麗に旋盤の傷を消してくれるんですよ。綺麗に研ぐにはこの下地すごく大事で、下地さえ綺麗にできればあとはもう面直ししたちょっと柔らかめの砥石で泥を出してこういう風にこすってあげるとすごいいい霞が出ます。で綺麗に地金を曇らせて、本当は鋼の部分も天然砥石で光らせたいところなんですけど、僕はあんまりいい天然砥石持ってないから鋼の部分は人造砥石で光らせていきます。やっぱり白すいたはすごく綺麗に曇るけど多少傷が粗いかなっていう感じですね。白すいたは泥を出すと多少細かい傷がいっぱいついて、でこの泥を洗い流すと結構きれいに傷が消える。